牛久保マリコ子は日本のフリーアナウンサー、メリディアンプロモーション代表取締役、協立女子高等学校、成蹊大学を経て、サントリー時代に NHK 放送研修センター、日本語センターに通学、オーディションを受け合格し、NHK のキャスターとして活動、2002年にフリーアナウンサーの事務所、メリディアンプロモーションを設立、経営者としても活動している。 現在は東京 FM などでラジオのパーソナリティを務める傍ら大手企業での講演活動や共立女子大学での課外講座 NHK 文化センターカルチャー教室アカデミーヒルズ等で話し方やコミュニケーション術をテーマにセミナーや講演企業研修も行っているまたメリディアンアナウンススクールの運営にも力を注いでいる 主な公演実績、トヨタ、日産、サントリーホールディングス構成、第1、三強、東京ガス、大和証券、リコも、日立東芝、東芝、東芝マイクロエレクトロニクス NEC、富士通、ハーモニック、ドライブシステムズブラザー販売、鹿島建設、竹中工務店、安藤、まぐみ、大和ハウス工業、市建設、日本通信伝説、旭鉱山、 立花建設は、阪神高速道路、名鉄バス、丸坂江会、コスモ石油、井出光興産、JX エネルギースバル工業、三菱重工、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、千葉工業銀行、福岡銀行、阿波銀行、岐阜県16銀行西鉱山支店、高山信用金庫本店、市民協会日本郵政労働組合、 東京東信用金庫、日本生命、三井住友会場、あい生命、ソニーエゴン生命、太陽生命、プルデンシャル生命、赤水ハウス、東洋エンジニアリング、住友ベークライト労働組合、富士コンタクト、昭和産業、日本レストランエンタープライズ、大塚商会、テルウェル東日本、フランス商工会議所、千葉県松戸商工会議所青年部、 徳島商工会、岡崎緑青会、経済業商土林水産省 JA マインズ農業共同組合、日本コープ共済生活共同組合連合会、木材製造業労働災害防止協会、日保関西協力会、JR 東日本コンサルタンツ、愛知県トラック協会、山形県坂田市雇用創造協議会、東海税理士会、TK c 三鷹市障害学習、奥田市立中学校、道田転職フェア、東京都労働局、女性活躍推進加速化事業1998.4より、契約キャスター2002.4より、ありがとうございます。